サルスラム。Are you listening? マスターズクロニクルデッキ2016終焉の悪魔神では、これ強いんですよ。悪魔神とのバロムかつてのみんなのトラウマ、はい、すごいのが入ってるの。うん、強いよ。バルムロスも入ってるし、使いやすいと思います。これね、なんで今日 KO デパートの袋かっていうと、そうビッグカメラもヨドバシカメラも売り切れ、ま、ほら強いじゃないかこれ。すごい、もう皆さんがこれ欲しがってるみたいで、入荷待ちみたいですよ。マジか。でもね、結構ねデパートだとねある、うん、おまあ、その代わり割引してないけどね。では早速開封していきます。バン。こっから見えるデッキケースがすごい迫力ですよ。これが評判の豪華デッキケースですね。そう、すごいやつ。うお、あ、こう入ってるんだ。へえへえへえ。じゃーん、すげえ。シルバーっていうか、イブシ銀っていうか、ガンメタリックっていうかだね。迫力、すごい、すごい、迫力あるね。すごいすごい、なんか高級な感じがします。これ絶対カード傷まないね。すごいじゃんこれ。しかもその磁石なんですよ。こんなすごいデッキケース見たことないね。ないない。すごいすごい、これは人気になるのもわかるね。うん、これのために買ってる人も結構いるかもしれない ね。これはいい。はい、では早速開封します。悪魔神バロムクイック、なんじゃこれは。新しいカードですね。バトルゾーンに出た時、デーモンコマンド以外全部破壊。強い。相手がクリーチャーをコストを支払わずにバトルゾーンに出た時、相手はそのクリーチャーをバトルゾーンに置く代わりに自身のマナゾーンに置く。ただらし剣士ですね。悪魔神ドルバロムが2枚。強いっすね。はぁ。もう幸福。相手にとっては不幸。これじゃあもう闇デッキじゃない人はもうこのデッキに乾杯ですね。悪魔神バルムロッソ。いやり、これがすごいんでしょ。そう、強い。どっちも強いですね。やっぱドルバルムもこれもこれも、まあ、もうバロムって強いんですよ。強い。これ一番最初のバロムだよね。悪魔神バルム明治チョコレートの付録でもついてきてるのが1枚だから、それも悔やようかな。死神妙王バロムモナーク、こんなこと見たことがないですね。デーモンコマンドまたは名前に死神とあるクリーチャーをバトルゾーンに勝った時、バトルゾーンに勝った時、バトルに勝った時、クリーチャーを一体自分の墓地からバトルゾーン。あー、これは強いですね。もう墓地小屋し大好きのハルト君にとっては最高のカードでございます。あ、え、これ強い、これ強い、これナツさんも強いですね。無敵死神ヘックスペイン、スペイン魔国の残照オルセギア、オルセギアね。自爆ヒガの幻半蔵、これ個人的に結構好きな感じですね。これ昔から好きだよね、あなたね。そうそう、大好きです。もう使えるんですか。はい、使います。ヤシロの死神リバースアイ、最短のヤシロだ。これは新しいカードかな。新しいやつだね。見たことないな。月の死神メルヘルデスカル、トリガー持ちです。大地と悪魔の神域、これも新しいやつですか。そう、10マナで新しいのかな、ちょっとよくわかんないけど、でもなんか見たことない気がするけど、どうかな。あ、それは昔のカードだからね。ああ、そうかそうか。ダークライフ、俺ドルバルムどこにやったっけな。これは4枚入ってるんですね。はい、もうドルバルムとか遠い昔に作ったデッキだからな。地獄門デスゲート、これは便利なカードですね。はい、便利。デモハンの、はい、あ、いいっすね。デモハン、闇闇闇闇闇、外せないカードですね。うん、母なる聖域、お母さん、死神の邪剣デスブライオス、最短の社、これはね、これも1枚入れとくといい感じかな。はい、霞妖精ジャスミン4枚、ファイブライトリプルマウス、これ見たことないな。トリプルマウス、いや、でもこれは昔からあるんです。あ、これは昔からある。わ、今回いいかもしんない。これおすすめですよ。バロム軍団相手を絶望に叩き落とす、プシュン。闇以外はもう生き残っちゃうのダメみたいなフィールドになっちゃいますね。ドルバロムとか、あ、俺ドルバロム D 持ってないんだよな。
持ってないんすよ。何パックも、なんかね、あのガイアール・メビウスとか出た。で、ドルバルム D っていうなんかこれの強化版みたいな出たんですよ。それ持ってないんですね、残念ながら。それを入れるともうちょっともうドルバルム、ドルバルム、ドルバルムみたいなする。で、よりドルバルムになる。はい、というわけで今回はこのドルバルムデッキを紹介しました。てろん、さよなら、また見てね。買ってみてね。